こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、皆さんね、よくね、量をまあ大事にするかね、質を大事にするかなんて、そんなね、こう論争にねなったりすると思うんですけど、皆さんはね、どっちをね大事にしますかね。まあそれをね、人によって、まあ経験とかそういったものでね、まあ質をね取るのか量を取るのかっていうのはね変わってくると思うんですけど、まあ食べ物だとね、僕はね結構ね量を取ってしまうようなね、そんな感じなんですけど、まあ食べ物だけではなくね、まあ今ねやってるビジネスとか、まあ副業とかそういったのもね、結構自分はね量を大事にして、まあ質よりね量っていうことで、まあこの動画もねずっとまあやり続けて、もうね2年以上やったんで、もう700本とかね、もうそのね1000本いくんじゃないかなぐらいね、そんくらいね、まあやって量をねやってるんですが、質はねあまり気にしない。まあ質をね気にするとやっぱりね大変になって、やっぱこう毎日ね配信するのもちょっとねしんどくなるんじゃないかななんて、そんな風に思って、自分はね量をね、量の方を量ちょっと発音はねどっちでもいいんですが、まあそれをね大事にして、まあいます。やっぱりね量をねたくさんやることによって、まあだんだんねこう上手くなっていく。この動画もね、一番最初の頃の動画見るとね、あこんなだったんだみたいな感じでね、まあ声も小さいし全然ねダメだなーなんて今思えばね、ちょっとはね成長してるなーなんて思うっていうことで、まあ量をねこうこなしていくことによって質はねおのずと上がっていくっていうことで、それね、まあなんか量質的かっていうね、そんなね法則みたいなものがねあるんですが、なんかねアメリカのまあ方がね、面白い、まあ研究、実験、ちょっとね、その辺わからないんですけど、まあ本にね、書いてある、実験みたいなものがね、あるんですが、まあ美術のね、学校で A グループと B グループにね、分けて、ちょっとね、A グループには、まあ、とにかくね、たくさん、まあ、陶芸作品を作れっていう、そういったね、指示を出して、まあ、たくさん作らせたそうです。それでね、もう一個の B グループの方には、まあ、とにかくね、いい作品、1個でいいからいい作品、質をね重視して、まあ、1個のねいい作品を作るようにっていうね、そんなねことをね指導したそうです。それで A グループはね、もうたくさん、まあ、作って、それでね B グループはね、こうなんかねいろんな法則とか、まあ、こうねこうやれば綺麗に見えるとかね、そんなことをねこう研究しながら、もう本当にね来るよりね、こうなんかね頭の中でそういったのをこう考える、そんなことをしてやってったそうです。それでね、まあどっちからねいい作品がたくさん生まれたかっていうと、A のね量をねたくさん作らした方からたくさんのねいい作品が生まれたっていう、そんなね研究結果、実験結果がねあるそうで、やっぱりね量をすることによって、量をねこなすことによって質っていうのはね、おのずと上がっていく。まあ自分もね副業とかそういったのでね、言ってみれば、まあこうたくさんいろんなことをねやって、それで失敗して、それがね自分の経験値になって、それでねまあ昔はねよくね変なものに手を出してしまったりとかしてたんですけど、最近はそういったね変なものに手出してお金をね失うっていうこともないですし、逆にねお金がちょっとずつね、まあ、積み上がってるなーなんて、そんなこともね思うんで、やっぱりね自分は量をやってきたからこそ、そうやってね今がねうまくいってるのかなーなんて、そんなこともね思います。ただねこれでね本当にね間違ってはいけないっていうのは、ただねがむしゃらにこうなんか根性論みたいにまあアファメーションでもね、もうずっと何も考えずにね、まあやるのはそれはすごいいいことなんですけど、アファメーションはちょっといい例えじゃないな、まあ何かいい例えないかな、ちょっとね思いつかわないんですけど、まあ例えばね字を書くこと、まあこうねやたらこう字がね、もう何万字って今までね何万字って書いてきているんですけど、自分のね字って本当にねうまくないんですよね。それっていうのはやっぱりね量をねこなしてきてもうまくね書こうっていう、そういったね気持ちもないし、まあ例えば
かね、こう点線が書いてあってこう綺麗な字を書くみたいな、それにねなぞって書くみたいなね、そういったねことをね、また両をやれば必ずね上手くなるんですけど、何も考えないでねただ書いてるだけじゃ全然ね字も上手くならない。 なのでね結局はね、そういったものをね教えてもらう人たりね、指導してくれる人とかね、そういった人、メンターみたいな、そんな人がねいる、まあいるとね、いないじゃね全然またね違ってくるんじゃないかな、なんてそんなことをね思いました。なのでね、まあ両をねとにかく大事に、まあ両をねこなそうっていう、そんなね話をしても、やっぱりそのねこなす内容ですよね、それがねすごくね大事なんじゃないかな、なんてそんなこともね思いました。やっぱりね自分もね一人でねただこう稼ぎたいみたいな感じでやってた時、全然稼げなかったですけど、やっぱりメンターっていう、まあ教えてもらえる人がねついて、それでまあ物販、最初はね物販ですけど、本当にがむしゃらにね物販をやりまして、それでまあお小遣い程度ですけど稼げるようになって、まあそしたらその次のステージみたいな、それを人に教えるとかね、まあそのね物販をね本当にたくさんまあやったから、まあちょっと稼げるようになって、人にね教えられるように、まあ教えたんだけど、まあ、お金はね取るマイン、そのねお金を取るマインドがなくて、お金はね取ることはできなかったんですけど、まあ教えることもねできたっていうこともありましたし、まあ教え方もすごくね下手だったっていうのもあるんですけど、あとね自分はねアファメーション、まあ、ついてるっていうことなのもね、本当にねもうずっとずっともう量をねこなしてきた、だからね本当に自分はねこうやって今ね、まあ、ついてることがねいっぱいあるんじゃないかな、なんてそんなこともね思いますし、まあそれもねまあ斎藤ひとりさんに直接教えてもらったわけではないんですが、斎藤ひとりさんね動画を見たりとか、まあまあ動画を見たりってそれなんですけど、動画を見てね斎藤ひとりさんがねまあやるといいよとかって、そういった感じでまあ多分ね何もね教えてもらうものがなければそんなアファメーションもしなかったでしょうし、やっぱりねそうやって教え、まあやるにしても何をやるにしても、そういったねちゃんと教えてもらって、まあ、しっかりやる、ただね量だけやればいいっていう、そういったねものじゃないな、なんてそんなこともね思いました。はい、ではね今日はね質と量っていうね、まあこれってね結構あちこちでね論争になると思うんですけど、まあ食べ物だとね、まあ質をね選ぶ人の方がなんかねすごくねこういいようなそんな、ね、感じもするんですけど、まあそのね問題っていうのは本当にねあちこちでねあると思うんですけど、まあ自分は量を、まあ、こなしていくそんなねタイプですので、まあそれをねしっかり人からねちゃんと指導してもらったりとか教えてもらいながら量をこなすっていう、そんなことをねするとすごくね成長も早いかな、なんてそんな風に思いました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。